めていきましょう。受験生会議、学び塾の矢田です。学び塾の数学科の長です。よろしくお願いします。今度はですね、カンカン同立の理系数学の基本編ということで、どこの大学でもですね、通用する勉強法、理系数学の勉強法であったり、その参考書と、その参考書の使い方であったりっていうのをお話ししていきたいと思います。はい、それではですね、早速ですね、勉強というと、インプットからアウトプットに進めないといけないじゃないですか。でその、頭の中に入れるインプットの参考書、理系の、数学はどれから始めていったらいいのか、でそこからアウトプットに移ってどういう順番で進めていって、どんなペースでやっていかないといけないのか、どの参考書を進めるのかっていうのをね、ちょっと聞きたいです。はい、まずですね、数学 のインプットに対して結構その多くの受験生が間違ったイメージを持っていて、結構ですね、数学の勉強法って言ったらもう問題を解きまくったらそれで勉強なんです。確かにそういうイメージなんですよね、いうふうに思ってる方が多いんですけど、実はそれは効率が悪くて、一番効率がいい方法っていうのはやっぱりインプットアウトプットをしっかり順番をつけてやっていく、でインプットってじゃあ何なんだってなった時に、もちろん知識を頭の中に入れていくっていう作業なんですけど、公式を覚えるとか、そうなのかな、そういうふうにですね、ちょっと勘違いされてしまう人が多いんですが、公式も確かに覚えなければいけないんですが、公式だけではなくて、問題のですね、解法の流れといいますか、っていうのを全部覚えないといけないんです。具体的に言ったら、問題を見て、まずこの言葉に注目して、でこの言葉から第一式目、どんな式を立てて、でその式からどういうふうな公式を使って、最後どうやって答えを出す。はい、この全ての流れを必要な分だけ覚えていけばインプットは完成です。なるほど。じゃあ公式を覚えるだけではなくて、その問題を見た瞬間にどの公式が当てはまってどういうふうに回答に導くのかっていうところまでもまるっと覚えちゃうということね。そうですね。なるほど、はい、それが、重要であると。はい、はい、分かりました。基本的には、はい、はい、そうですね、数学は暗記科目っていうふうにその学び方では思ってるんですけども、ただ暗記ってのも丸暗記ではなくて、今言ったように理解してから暗記するっていった意味なので、そこだけちょっと間違いがないようにというふうに思います。確かにそうですね。はい、はい、ちなみにそれではじゃあ最初何をすべきなのかというところからいきましょうか。はい、はい、では参考書はですね、数学 1A2B の範囲から固めていくのが理系数学の基本的なので、はい、まず数学 1A2B から固めていくのであれば、はい、文系の数学重要事項、完全習得編という参考書をやるべきです。なるほど。これ文系数学でも今言ってましたよね、はい、重要事項基本編、重要事項完全習得編、画像こちらに出てますでしょうか。重要事項完全習得編、まず1A をやると、はい、でその次は、その次はですね、しっかりその完全習得編の、問題が解けるようになった後は、その続きとしまして、同じシリーズなんですけど、はい、文系の数学 実践力向上編っていう参考書があるんです。文系数学のやつでいいんですよね、実践力向上編をやると。文系の数学っていうふうにそのタイトルには入ってるんですけども、はい、その 1A2B を扱ってる参考書という意味で文系の数学っていうふうに入ってるだけなので、はい、特にその理系だからじゃあこれを扱ったらダメなのかなっていうふうに思う必要はないです。なるほど、はい、1A も 2B も同じですか。 1A2B 両方入ってる。そうですね、 1A2B 全部入る。なるほど。 1A2B をしっかりやるために、その今の言った2冊ですね。そうですね、文系の数学重要事項完全習得編、完全習得編と、実践力向上編、実践力向上編の、はい、この2冊で 1A2B は完結する。完結する。なので、はい、今言ってたインプットの、公式を覚えるであったり、その公式をどういうふうに回答まで使っていくのかという回答まで導くプロセスっていうところも全部やるんですか。そうですね。ただ、使い方が大事で、はい、インプット系の参考書をまず、使っていく際に、特にこの文系の、数学の、シリーズっていうのは構成的にですね、例題と、まず問題も2種類あって、はい、例題と演習問題という2種類があるんですね、はいはい、ただ例題だけでいいですっていうのが、例題が152台あって、それだけでも問題数が足りているので、はいはい、特にすごく時間が有り余ってですね、やることないなっていう人以外はもう例題だけで済ましてしまって大丈夫です。なるほど。練習はもう飛ばしちゃっていいか。そうですね、はい、でその、例題の問題っていうのがどういうふうな構造になっているかというと、まず問題が載っていて、はい、その下に解説講義っていうコーナーと、はい、あとは文系数学
でそのコーナーには何が書かれているかというと、まず解説コーナーにはその問題を解く上でどういう考え方を知っておかなければいけなかったのかはい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 、なのであのもしその問題が解けなかった人にとっては一番そこが重要な部分になるので、はい、結構あの解答解説はまた違うんですけど、はい、あのそこを読み飛ばしがちな受験生多いんですが、必勝ポイントですか、解説講義です。解説講義ですね、はい、そこをあのまとめるみたいなところを読み飛ばしがちな人が多いんですが、絶対そこは読んでいただきたいです。なるほど、解説講義を必ず読むと。そうですね、で1例題に1つ解説講義があるそうですね、必ずあります。で152例題に必ず解説講義を、そうです、習得する。はい、はい、でその解説講義で、理解した内容を次暗記しなければいけないんですよね、うん、もちろん理解しただけではあの意味がないので、それを暗記しなければいけない。何を暗記すべきかって結構その明確にされている参考書がないんですが、ただあのこの文系の数学のシリーズはですね、その暗記すべきポイントも文系数学の必勝ポイントっていう風にして書いてあってまとめられてるんですね。あ、そう、はい、なのでそこの部分をしっかり暗記すれば基本的にその問題のパターンは暗記できたことになります。なるほど、はい、なるほどですね。そうですね、なのでそういうような使い方でまずやっていただきたいっていうのが1点と、あとはそのインプット系参考書すべて見えることなんですが、問題を解くときにちょっと、一つ注意点があって、はい、あの問題を解き始めてもし解けなかったら5分以上考えないといけないです。ほう、時間をあまり かけすぎない。そうですね、はい、というのもあの5分以上かけてその初見の問題、特にインプット系参考書の知ってれば解けるし知らんかったら解かれへんっていう問題がひらめくことがないんですね。なるほど、はい、なのであのもしその5分で解けないっていうふうになってしまえば、その時間をですね、あと考える予定ずっと手を動かさんと考えるよりもあの他の勉強にあった方が絶対効率的なので、5分以上は考えないっていうのが結構ね、これ学校の先生とかであれば考える科目やから数学は何時間でも考えなさいっていう先生もいらっしゃるんですが、特にその1年間2年間の限られたスパンでですね、あの受験勉強を乗り越えていくんであれば絶対にあの5分以上は考えたらダメだと。そうよね、早く回した方が絶対に合格できる。そうですね、それでもう解説見ちゃってそれをもうやり方覚えちゃう方が絶対早い。そうですね、はい、分かりました。ちなみに、すいません、もう何度も、出てるんですが、完全習得編と、はい、実践力向上、実践力向上で完全習得編が152台で、実践、実践力向上、実践力向上編は90台です。90台ですね、はい、ちなみにこの実践力向上編の方が難しいと思うんですけど、そうですね、そもそも理系数学とか理系の志望者で、はい、高3の春段階、まあ、うちの中学3月から始まりますけど、はい、3月スタートでそもそも間に合います？3月スタートで、理系の学部に間に合う。そうです、そうです。あ、もちろん間に合います。もちろん間に合います。じゃあそのじゃあ3月スタートを目処に考えましょう、はい、3月スタートを目処に考えるときに、はい、文系数学の、実践力向上編、はい、実践力最初やから実践力、重要事項基本編、はい、完全習得編、完全習得編、覚えてないですよ、完全習得編、はい、152例題やる3月から始めました、はい、どこで終わらせるのか2ヶ月で3週です。2ヶ月で3週、2ヶ月で3週ってやり方はちょっと珍しいかな。そうですね、文系であれば3ヶ月で3週っていうふうに言ってるんですけど、はい、ただ数3もやっぱり勉強があるので、そう、ね、ちょっと1ヶ月で短くして、2ヶ月で3週っていうふうなペースで今は塾でやってます。なるほど、はい、2ヶ月で3週しようと思ったら1日何例題ぐらい？1日ですね、6、7例題、6、7例題ですね、はい、まあ、理系だったら、そうですね、理系だったらっていう、しかもその、3週って言いましても、1日6、1例題、毎日ずっと3ヶ月解かなければいけないのかっていうと、実はそうではなくて、はい、1週目やった時にですね、絶対塾でも言っているのが、やった時に自分が解けた問題、それには丸をつけてもらいます。初見で解けた問題には、はい、初見に解けた問題は丸を。で、初見で、解いた時に計算ミスをしてしまったりだとか、あとはちょっと回答と違って、若干回答、がずれてしまった問題には三角。で全く手がつかなかった問題には×をつけてもらって、あと解説読んでもよく分からへんなっていう問題に関しては×つけて付箋貼ってもらうんですよ。なるほど、はい、もうかそもそも解説読んでも分からなかった。そうですね、はい、でその付箋は絶対なくすように、指導者の方に絶対聞いていただきたい。なるほど、解説を聞くってことですね、はい、基本的にその丸三角×で×付箋をつけていれば1周目でその丸になったものってもう解く必要がない。確かに2回目できるに決まってますから、はい、なのでその丸の部分は2週間
飛ばして三角×を解いていく2周目は、はい、はい、というふうなやり方であればどん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 そのやる数的には少なくなっていく、確かに、ね、はい、っていうふうにやっていけばその6、1桁でずっと3ヶ月ずっとやらなきゃならないっていうイメージからはちょっと変わってくるかなっていうふうに思います。なるほど。ちなみにあの3週で×が0になることを目標にしてます？3週で×が0になることは目標にしてないです。そこまではハイレベルすぎます。そうですね。なるほど。8割型ですね。8割型もなくなってて、まあ、あの10代、2代ぐらいが×まだついてるかなっていう。そうですね。あのでバツついてるものに関してはそれじゃあそれで次の参考書いきましょうだったらそのバツのついてる例題はずっとできないままなのでそのバツついてる例題だけをコピーしてでファイリングしてると思います。なるほど、はい、特に自分ができてない問題だけ。そうですね。あ、それめちゃくちゃいい、はい、でそのファイリングしてるものをその例えばバスの、待ち時間だったりだとかあの駅とかでその見ていくっていう中で、うん、あのそのバツを潰していくっていうのが一番いいやり方なんじゃないかなというふうに思います。それだったら文系の僕でできそうですね。はい、はい、でそれを2ヶ月でやりました。ですぐにその実践力向上編の方にあの入ってくるんですか？90例題の方に入ってくるんですか？そうですね。先ほど言った、その×のものをしっかりとあのファイリングしてやり続けながらですが文系の数学の実践力向上編に入ります。なるほど、はい、で2ヶ月後ですね。3月から始めたら3、4で、その基礎力向上編やったっけ、重要事項完全習得編の150例の方を2ヶ月でやって、はい、で、3ヶ月目に、その実践力向上編が入っていく。そうですね、はいはい、で、実践力向上編はどういうふうなスパンでやるかというと、はい、90例だからもっと早くいけるんじゃないかっていう声もあるんですが3ヶ月で3週3ヶ月で3週、さっきより長いですね。そうなんです。例題数が少ないです、はい、でなぜかと言いますとそれはあの問題のレベルが高いというのもあるんですがこれと並行して数三の勉強を行っています。ああ、なるほど、はい、そのためにちょっと 1A2B の、はい、でさっきの152例題をやっていってる時は3のことは何も考えなくていいということ。そうですね。まずはその数三をするためには例えば数学 2B の数列の知識だったりだとかあの微積の知識だったりだとか、はい、なんか完璧でなかったらあんまりこう上滑りしてる感覚になってしまうのであのまずは 1A2B の基礎的なところを固めてから数三に入るというのがいいと思います。なるほど、はい、わかりました、はい、じゃあその、実践力向上編にやっていって、はい、先ほど150人データの方でやったやり方と同じようにやって3ヶ月で3周すると、はい、っていうのでまたバースが残るものに関してはファイリングしていくっていう形で、それと並行してじゃあ数三やっていくんですよね、はい、で数三やっていく時のその参考書、おすすめの参考書って何ですか？数三をやっていく時のおすすめの参考書は初めから解ける数学三問題集っていうものでしょう。あ、早速問題集にいいんですか？それはそうですね、はい、あの基本的に、まあ、あの学校の、授業であったりとかと並行してやっていく形にはなるんですがただ公立の、生徒さんであればその学校の授業が結構あの伸びてしまう、あの数学さんの最後積分まで終わるのが結構もう、10月の段階だったりとか11月の段階だったりだとかっていう風にしてなってしまう方も多いんですがこの初めから解ける数学さん問題集っていうのは最初に方針のチェックであったりだとか簡単なその説明みたいなものがでそれをしっかり読んでもらった上でもし足らなかったらあの教科書とかもあの活用してもらうといいんですけどもそれを見た上で問題を自分でどん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 学校のペース関係なくやっていくっていうやり方です。これめちゃくちゃ大事です。あのね、カンカン同立志望者で特に理系で公立高校の子っていうのはあのまずそもそもライバルが自分の高校の子だと思わないでほしいんですよ。で私立高校特に中高一貫の私立高校っていうのは中学3年で数 1A をやって高1で数 2B をやって高2で数3やってるんですね。で高3は全て演習に回せるっていうのがまあガンガン同率、まあ、トップ校のトップレベルの私立高校であったり公立で狙う子っていうのは普通のカリキュラムなんですよ。ただ公立高校の子はそんなこともできないから高校1年生で数 1A、 2年生で 2B、 3年生で3をやっていくんですけどそれはあの受かる受験生の中で遅い方なんです。だからあの学校のペースに合わせるんではなくて独学で数算をあの進めていきたいと。そうですね。そのためにやる参考書が今言ってくれた参考書なんで。そうですね、はい、で、そのペースも、3ヶ月で3週3ヶ月で3週、はい、ということはその 1A、2B、152例のものが終わってその次の時から、2冊を3ヶ月で3週していくというイメージになる。そうですね、はい、ただその 1A、2B の方がかなり緩めの、形
形にはなっているので、はい、ペースにはなっているので、まあ、数三が入ったとしてもそれほど苦ではないです。なるほど。どれぐらいの割合、1対2ぐらい。いや、そうですね、1対2ぐらいですね、大体、はい、1A が、1A、2B が1で、1A、3が2、はい、ぐらいになります。なるほど。はい、ちなみにその時の数学の勉強時間をどれぐらいと仮定したんですか？ですね、勉強時間は大体1日で、まあ理系なんで、3時間、4時間はどっちか。数学だけで、ね、そうですね。なるほど。まあ、それぐらいいりますとね。英、は、語、い、もまあ同じぐらいいるんですけど、理系って。まあ、それぐらいは欲しいなっていうと思うんですね。はい、はい、わかりました。っていうふうな形です、はい。それを3ヶ月で終わらせるということは、3、4月が最初の152レーダーのもの。で、3、4、5、6、7が、まあ、夏入るぐらいになる、はい。夏入るぐらいまでに、数3もとりあえず3週。1A、2B は、基礎編のところと合わせると6週ぐらいやってるという状態になってる、はい、でその後じゃあ何とか編集していいかなと。そうですね。インプットはこれでおしまい。インプットはそれで完結。なるほど。3冊で十分かな。はい。じゃあそのインプットの時期での、目標っていうのは、その夏までに数3を一度超える。なるほど。1A、2B の部分に関しては、漏れがなくなるっていうのが一番大切なことなので。夏の目標。夏まで、まだまだ目標。夏までの目標は 1A、2B に穴がないこと。で3をとりあえず一通り終わらせてそうだっていうことね、はい、確かにそれできたらすごく強いです。そうだね、はいはい、逆にもうそれできんかったらちょっと理系じゃない方がいいかもしれないっていうぐらいのペースです、これギリギリのね、はいはい、ということで、まあインプットがそれで、はい、で夏、休みからそれ以降使っていくようなアウトプット系の参考書なんですけど、はい、まずは一番最初に使ってほしい参考書っていうのが文系数学入試の革新、改訂版っていう、参考書です。文系数学入試の革新ですね。入試の革新、はい、これは 1A2B の範囲の参考書なんですけども、はい、この参考書は、書面に文系というふうに書いてあるんですけど、はい、もちろん理系数学にも対応できます、はい、というのが、まあ、1A2B の範囲はもちろん、理系数学の入試で出ますから、そのレベルに、カンカン同率のレベルに結構適した問題がよりその本番に近いレベルの問題がインプット系の参考書よりもレベルに近い問題が出るので、出てるので、この参考書すごくおすすめなんです。入試の革新がおすすめである、はいはい、で、まあ、使い方としてはですね、一番いいのがこの参考書のいいところっていうのが、先ほどその解法の流れが大事だっていう話をしましたと思うんですけど、はい、その解法の流れをですね、図にしてくれてるプロセスっていうコーナーがあるんですね。はい、プロセスというコーナー、はい、そのプロセスっていうコーナーが自分の頭の中に思い浮かぶようになれば、復習の段階で、はい、その問題は完全に習得してることになります。なるほど、はい、なのでそれと自分とのズレを常に確認していく、うん、はい、っていう勉強法も加えてできるので、まあ、従来 そのアウトプット計算工場であれば結構問題が載ってても回答が載ってるおしまいっていうのがよくあるんですけど、それだけじゃなくてそういう風な、プロセスっていうコーナーがあります。そういう参考書できるだけ使う方がいいよね。そうですね、そうですね、回答が書けるみたいな、はい、ましてや回答を奪われるみたいなね、このそうですね、それはちょっともう勉強できないですからね、はい、学校の応用問題集みたいな、まあ、特にそうで数学の先生はそれを見た考える時間も必要だって言って進めたりもするんですけども、ただ先ほども言ったように数学者になるわけではなくて1年2年で受験を成功させるっていうことを考えるのであれば絶対にそれが正解です。そうですね、はい、逆転合格したい子がいっぱいいますから、それはもう絶対その方が重要なんですよね。そうですね、はい、で、その後はその後と同時変換、同時変換です、すみません、文系数学入試の革新改訂版、これ100台しかないんですけど、はい、これも3ヶ月で参照します。3ヶ月で参照、はい、7月からですよね。そうですね、はい、1、8、9で参照です。1、8、9、8か、そうですね、3、4、5、6、7、8、9、はい、8で3ヶ月で参照します、はい、で、これとも同時並行で数三の勉強ももちろんしていかなければいけないので、この文系数学入試の革新と大体同じぐらいのレベルの数三の問題集の合格数学3実力アップ問題集っていう、合格数学3実力アップ問題集、問題集、はいはい、という問題集があります、はい、で、この問題集は先ほど初めから解けるっていう問題集を多分インプットの時に数学3の問題集でこれを使いますっていうふうな問題集だったと思うんですけども、はい、それもまあ続編みたいな問題集で、まあ、つなぎとしてはすごくいいんですね。構成が一緒なので、構成がちょっと違うとやりにくさを感じてしまう受験生もいるんですが、構成が基本的に一緒でやりやすいです。であとは、この問題集に関してもすごく丁寧で解説が、ヒントっていう風にこう問題があって、その下にヒントっていうコーナーがあるんで
ですね、はい、でそのコーナーにはその問題を解くにあたって必要だった考え方とか、あとは講師とかで、どこに目をつければ解けたよっていうところが書いてあるので、先ほども同じようなことを言いましたが、もし問題が解けなかったときは特にですね、そのヒントをしっかり、理解して、で、次に間違えないように暗記するべきところがヒントです。ただこれを結構読み飛ばしがちなので、はいはいはい、一般的な受験生はそこが大事なんだよっていうのをしっかり覚えたと思います。はい、わかりました。はい、他にも、それが、8、9、10にやるべき参考書2冊ですよね。そうですね。その後はありますか？その後はですね、はい、基本的に関西大学に関してはこれで終わり、プラスアルファで過去問っていう形なんですけども、他の立命館、関西学院大学、だから同志社大学に関しては1対1対応の演習の数学3だけあります。1位2位はなしで。そうなんです、はい。これもちょっと詳しく説明しておくと、はい、1対1対応の演習という参考書は基本的に 1A で 2B で3が2冊と書かれているので6冊計あるんです、ね、はい。ただこれを全部やってるとやはり時間がなくなってしまいますから、特に理系なので数学3の、配分が多いです。点数配分も多いので数学3の2冊だけあります。なるほど。でその2冊であれば、1冊目微分積分編っていうのが76台、75台程度の問題数で、はい、であとは曲線複素数編っていうのが36台ぐらい の、はい、問題数なので、はい、全然多くなく進められてるんですね。でこの参考書を2ヶ月で2周しようと思います。2ヶ月で2周。そうそう、言い方的にちょっと厳しいっていう感じですか？この参考書そうなんですよ。厳しいというのがなぜかというと、結構それがいいとこでもあるんですけど、解説量が少ないです。あー、なるほど。独学でするにはちょっと骨が折れる参考書ということですか？そうですね。ただ、しっかりそれまでの、インプットアウトプットの、段階までをしっかり積み重ねていれば難なくクリアできるレベルの解説ではあるんですが、それほど丁寧ではないので。なるほど。じゃあ11月でしたっけ、それをやりたいのか。そうですね。で11月にやって、でもそれあかんかった時もどうしようもないのか。それあかんかった時はですね、基本的にその合格数学3とか、あとは戻って勉強する、でプラスアルファで書くので数学では逃げるって存在しかない。なるほど。はい、怖いですけどね、そこからなんていうんですか、ちゃんとできてないことに気づいて戻らんとあかんっていうのはちょっと怖いですけど、ここで無理に前進んでしまっても、そうですね、絶対点数伸びないんで、しっかりとそこの、1対1の対応をしっかりやったときに、できてないわっていうものに気づけたんだったら、しっかりとインプットの参考書からできてないところを総ざらいして戻っていって演習していくという形でやってもらいたいなと思います。はい、ただその先ほど言ったようにその1対1があかんかってもう一回戻った子でも全然受かってる子がいるんですよ。なるほど。ただ数学で高得点で受かるというよりかは、数学で足を引っ張らないようにして他で得意科目を使って、作って受かるというパターンが多いので、なるほど。数学を得点源にしたいというのであれば、やはりその11月の段階では1対1の対応の演習が理解できるレベルには持っていってみたいです。なるほど。はい、数学を武器にするできるかできないかを分ける一冊となっているわけですね。はい、なるほど、わかりました。はい、であとは過去問やる。そうですね。はい、わかりました。他に基本編で言っておきたいことはありますか？そうですね、基本編ではとりあえず大丈夫です。大丈夫です。はい、はい、それでは、カンカン同立の理系数学の勉強法の基本編の動画をですね、この辺にしておきたいと思います。ありがとうございました。マナビズムの LINE アット公式アカウントができました。 LINE では YouTube では上げられないような本年度のカンカン同立の頭書きの情報などたくさん配信しておりますので、ぜひぜひお友達登録よろしくお願いします。登録方法はアットマナビズムで検索、 MANAVIISM です。ちなみにアットから検索しないと出てこないので注意するようにしてください。カンカン同立専門塾マナビズムの期間限定の講習のお知らせはこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォンの方は右上の i のボタン、もしくは動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いします。どうしてもマナビズムに通えない、そういう子は我々マナビズムの講師陣が出向しているカンカン同立専門在宅予備校カンヨミよりお問い合わせお願いします。スマートフォンの方はこちらも右上の i のボタン、下の動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いいたします。パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は下のチャンネル登録のボタンを押して
チャンネル登録するようにお願いいたします。